どれにしよっかな。決めちゃいました。真の忍びになるためにも。いってらっしゃい。そろそろ私たちは所定の位置で蛇城を迎え撃ちます。うん、頼りにしてるね。この戦いを無事に終えたら、また私の料理を食べてくださいね。それじゃあ、あたいも行くぜ。私が無事だったらまたセクハラしてね。その言葉で寿命が100年は伸びたぜ。安心しな、あたいは絶対に死なないさ。ヤギオちゃん、ヒバリちゃん、こんな危険な任務になったのは、ヒバリが誰かに操られて超秘伝忍法書を持ち出しちゃったからなんだよね。いや、気にすることはない。ヒバリを操っていたのは術の種類からしてかなり使い手のはずだ。ヒバリじゃなくても誰かが操られていただろう。もしどうしても気に病むのなら、この戦いを終えてから俺がいくらでも話を聞く。ありがとう。そうだね、まずは今を頑張ることだね。
ヒバリ。これからは別々の場所で蛇状を待つことになるが。大丈夫だよ、ヤギウちゃん。ヒバリ、必ず勝つから。みんな、いい顔してたな。そのためには、まず、私が生き残ることだね。その通りだ。アスカ、来たぞ。いい顔をしているな。それは私のセリフだよ。持ってきたぞ。私も。もちろん、これはただでは渡せない。そうだよね。勝負だよ。まさか最後の戦いをお前とすることになるとはな。温泉で初めて会った時はどこにでもいる普通の子に見えたのに。ホムラちゃん、私はどこにでもいる普通の子だよ。そりゃ伝説の忍びの孫かもしれないけど、私には特別な才能なんて何もないし。だから私は、たくさん修行したの。それで、ホムラちゃんともなんとか戦えるようになったんだよ。そうか。私が辛い修行を頑張れたのは、大切な友達が支えてくれたから。仲間がいたからこそ、私はここまで来れたの。昔の私なら鼻で笑う話だが、今ならその気持ちも理解できる。お互い負けられないな、仲間のために。ではいざ尋常に勝負。毎順次よ。あっ、舞い忍びます。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。隙あり。どうして
逃げた。いや、逃げるわけがない。戦っている最中に妙な力の気配を感じた。アスカはまだ奥の手を隠しているに違いない。いいだろう、ならば待ってやる。そして
お前の切り札を見せてみろ。調子は上々かな。